い、今日は条文のすすめです。条文というのは六法に書いてある方の条文ですね。こちらの方を素読する方は結構少ないんじゃないかなと思うんですけど、しておけばしておくほど個人的にはいいかなと思ってます。 と言いますのも僕自身条文の素読はおそらくテキストとそれから過去問の勉強よりも大好きでした大好き、めちゃくちゃ一番好きだったかもしれません。六法のその憲法とか民法とか条文をペラペラめくって読み込むという勉強が一番好きでした。それでなぜですね、条文を素読わざわざ、だいたいテキストに書いてあるんですけど、条文はそれをなぜ条文で読むかと言いますと、一つは条文だけまとめて読むということで、条文に書いてある順番とかそれから全体像を把握できます。これはテキストですと条文途切れ途切れで載せてますので、全体像がちょっと把握しにくいですね。それとテキストの場合ですと条文が全部載ってないということもありますので、そちらの方でも結構条文六法自体読む必要はあるのかなと思います。はい、それでですね、条文を読んだ時にどうなるかというんですけど、ものすごいメリットがあります。まず条文に書いてあるとこ、民法ですと特に相続のあたりですね、この辺に詳しくなれます。あとは、抵当権ももちろんそうなんですけど、物件も担保物件とかも詳しくなれますね。特に、担保物件の方は結構細かいことも書いてますので、はい。あとはですね、これは特に重要かなと思う条文の素読なんですけど、民法と会社法、それから民事訴訟と、あと刑法刑法はいいかな、民法会社法は特に重要かなと思います。というのもですね、民法はやはり問題数が多くてですね、これをに抜けがあるとですね、やはり点数の取りこぼし、これすごい痛いです。次に会社法なんですけど、こちらは条文も試験に出ることもありますし、択一向けというよりかは記述の方ですね、こちらの方で結構効いてきます。手続きですね、広告とか必要な時に第何条の広告とか、そういうのが一発で分かると時間の短縮にもなりますし、商業登記の方で手続きのですね、ミスが、例えば広告を抜かしてしまうとか、そういうミスがかなり減るかなと思います。はい、ところがですね、条文の素読、そういうメリットがあるんですけど、やはり数が多いので読むのがちょっとですね、時間がかかると、読み続けるのは結構難しいんですけど、それでも読む価値はあるかなと思います。特に会社法ですね。で、民法はですね、判例付きの六法ですね、これをさらっと読んでおくのがすごい効いてきます。民法は択一の方で判例がかなり問われますので、判例を抑えるという点でも、六法、判例付きの六法で条文と、そのついでに判例も、いや逆かな、判例のついでに条文、どっちでもいいんですけど、二つ一気に勉強しておくとすごい効率は上がったりします。一方で会社法の判例も重要といえば重要なんですけど、会社法の判例は少しちょっとずれてる判例も多いので、ずれてるというか試験に出るところからちょっと関係のない判例も多かったと思いますので、これは条文、そうですね、条文と、あとは過去問に出るところぐらいの判例でいいかなと思うんですけど、それから会社法はやっぱものすごい条文が多くて、そして一条が結構ボリュームがあるんですよ。だから読みにくいんですけど、読んでおくと商業登記には結構、効いてくるかなと
思います。特に時間ですね。考える時間なくすというのが午後ではかなり重要ですので大事かなと思うのが個人的なところです。はい、今日は条文素読のすすめでした。はい、以上です。さよなら。